山陰本線もキア58系炭鉱で備えます。結構飛ばすらしいですね。このディーゼルで飛ばせるっちゃうか。2機の360馬力か。じゃあ360馬力、あれだね、あのフラネディーゼットと同じぐらいじゃね。飛ばすな、多いしかし多い、すげえな。でまあとはいえエキスは少ないんですけどね、やっぱ全部取るとね時間がかかるので、コントロール強制を見てみましょう。さあ最初は飛ばすだけかな。60から入りました。おっ、今日すぐ走ってきてます。あー、やばいやばい。入るのは何キロだったっけ。今これ予告でしょ。予告を入って、あ、この分岐でこうスピードがね、一度一にかかるからね、300m、 今後に前は 300m ぐらいで、制限60入りますと。制限解除という感じでしょうか。そのまま通過しますね。制限65と、いや、これと。で、さっきまで制限60だったんですから、ここはセレクスピードを押すことはないでしょうと言ってます。で、これで危険、危険ってなかった。はい、危険をブートするね。で、下りになるので、ブレーキかけると、スピード上がっていくね。ブレーキかけよう。もう、チーチが足りんか。いや、拮抗してるな。おっと。第一ゲーム、進行。こんなもんですか。あー、おやったけど、これでまたあの速度オーバーしちゃうから、元々いいですから。危ない危ない、ちょっと。危ない危ない危ない。あ、やば。もう制限60ある。という感じで、ブレーキ操作6番、警笛のスローの走行とか、スピードが上がっちゃった。進行。とかね、新しいですね。警笛鳴らして、速度合わせて、っていう、あれ今制限60。まあ、完成速度ですね。難しいな、運転するの。出発進行。でもいつになったらこれは黄色信号なんでしょうね。やっぱあれかな、6秒、何秒なのかな、5秒装着を続けてるのか、あれかな、解除、あの限定されないですかね。私はね、スピード出したいんですよ、どっちかっていうと。ということで、今回解除進行何キロとかよく言ってるんですけど、安全性への配慮っていう項目はスピードを出せば、限定されるらしいです。だから安全性の配慮が、悪くなれば、それだけスピードを出して明かしていく。私はスピードを出したいんですよ。あ、私は証として、その安全性 の配慮 の限定が欲しい。で、今なんで隠し手でやったかっていうと、左コーナー左にグッと回った時に右側にあの補選作業員さんがいたので、鳴らすと。でこれは隠し手、トンネルの前だからというですね。補選作業員さんのところに鳴らすのはどういう意味でしょうね。配慮危ないよってことかな。ちょっともうありがとうってことかな。トンネル前で警笛を鳴らす癖がついちゃったから、あのあれなんだよ。この間あの高速道路で車を運転してたら、トンネルあってたので、あ、隠し警笛もらえると思っちゃった。出発進行。はっきりもないから、はっきり。危ねえよ、もう。高速運転してて急に車、あのクラクション鳴らしてた。ということで、気をつけてください。で、制限の55、ここはまあ問題ないでしょ。はい。そこそこ飛ばしたつもりがそんなにあの装着、装置じゃないっていう。難しいね。制限解除。特徴ないでしょ。あ、で、こう、隠し手があると。7歳人ぐらいまで点数もらえると思うので、まあ、そこら辺はうまくやっていきましょう。進行。制限がなくなって、フル加速して、2秒相当だったんで、ここ結構飛ばされたんですよ。今まで制限60だからといって、制限60。60キロで走ってると、ガッツリ延長しますね、あのセクション。でもこう制限とかだったら80キロぐらいで走る路線なんだろうなと思います。60キロ制限って分岐のところでありますね。分岐を60キロじゃ危ないでしょ、危ないでしょ、線路に負担かかるでしょ、っていうことだと思います。だから60キロ、まあね、はい。だからなんか駅前で制限とかあったら大体分岐の線なんですよね。これはあのまぐれです、完全に。僕はもう総額する人でしょうがないんだから、もうちょっとかね、捨て出したいんだよね。そう、すればいいかっていうと、そうじゃなくて、あの、なんちゅうのですか、したら、した分だけ、あの、しようかないじゃない、しようかないか。言いたいこといっぱいあるんだけど、なんかその間に無視系とか、いろいろ出てきちゃって、なんか、食べることがもう、混乱してますね。何をしようかなと思ったんだっけ。
あ、そうそう、なんかさっきあの車と、車の停車時も隠し扉っていうの鳴らし探したけど、でももし補正作業者みたいな人がいて、お客さん鳴らしたら完全同行法的にいかんですよ。まもなく2条、歩行者を逃げ出さないっていう。2条の次は終点京都に止まります。お、結構貸し切ってもらえるっていう感じ。もう見てるの忘れましたね。前回は制限がない区間を89メートル出さんと、あの、定通できんよっていう話もした。で、基本的にはそんなに難しくないじゃないですかね、じゃあ。制限は、2条。はい、2条です。制限があるときは制限を守ると。で、なかったら、まず、送通はしづらいと。残り30秒と。40キロで走ってて、今残り130秒と。時間に余裕はあるな、という状況。ブレーキ効くか効くんだけど。いいね、あの空の電車の方だったらそこそこあの何て言うんですか、あの3位ぐらいが初級路線だったから、あれ単純だから眠りがなかったんじゃない？ゲーム的になんか本当はゼロ線が少なかったけど、それができるゲームの余裕がなかったからなんかであのできませんでしたよみたいな話を聞いた記憶があるんですけど、関係ないのかな、関係ないのか、とはいえこのね 2,3 駅をさ止まって降りたじゃないですか。これがね、なんとこれ同じ58系でですよ。プロレスの人だったら急行乗れるんだからいいっすね。ん？うん。で次が一駅飛ばして京都。あれこれ結構10分内に全部飛べるのこれ。出発進行。60なんでそんな大した問題ないですね。ここは何も言うことないし、雪降ってんだ、滑るぞ。まもなく終点京都です。新幹線東海道本線東西線奈良線近鉄線はその控える窓のご利用をお待ちしております。結構カーブしてるから、あ、これ35の制限始まるかな、そうじゃなくて多分この先のちょうど前にある分岐点を左に曲がるところ、ここで35の制限が始まるはずなんですよね。他の路線でもそうだったからですね。はい、ここですね。あ、今もあれかな、あの完全に自分のなんかこう経験則で語ってみてもらうと、あ、今の感じの、まあ、前の路線で35キロが始まってたからだよって言うと、京都弊社今の方がどこかとか敬礼外の補選作業員さんでいますね。敬礼してますけど、別にこれは鳴らしても何ももらえないと。で星これ3かな、だから別に鳴らすタイミングがシビアなわけでもないですね。このタイミングで鳴らさないとポイントもらえないよとかね、もらえても1ポイントだよとか、そういうことではないという状態と。で、これ30秒で、定着の時間と。で、もう惰性でゆっくり落としていくという感じですね。車の前に激突してもいいんですけど、この間激突したらね、なんか星が燃えなかった気がする。じゃあ、ちゃんと止めようと。でも、そんなことないか。どうなのこれ。定着させる、定着させるのにちょっと時間ねえな。まあいいや。どうなんでしょうね。この路線はまあ制限が多いんで、それを守ってればいいと。で、速度オーバーする危険性もないでしょうと。そんなスピード出るあの機械でもない、あの車両でもないし、出ても70キロなんで、で制限60とかなんで、まあ速度オーバーはないと。だけど制限解除されたら、89点いいね。制限解除されたら、そこそこ飛ばした方がいいですよね。よろしいですね。まあ、相当飛ばしても、相当強すぎて黄色信号はないでしょうと。特に、特に序盤区間以外は大丈夫でしょうと思いますよ。っていう。はい。おめでとうございます。乗務完了です。こういう電車で5でいいんだよ。